東大卒起業家 YouTuber が自分の殻をぶち破る。はい、東大卒起業家 YouTuber の針原真希です。こんにちは。今日はですね、令和元年の、なんだ10月19日の午後12時26分であります。なんかアラームモードになってて日付が出てないっていう、10月19日ですね。はい。で、今日はどういうお話するかっていうとですね、今日はなぜあなたは商品を、クロージングできないのかというお話をしたいと思います。で、クロージングできない理由というのはですね、もう結論が言っちゃいます。結論はですね、あなたが感情の波を作れていないからです。じゃあ、感情の波を作れない、つまり人も心が動いていないんですね。心が動いていないの人、あとその人、まあ動いていないので、その人っては感情で動くものですから、決断につながっていないということになります。じゃあどうやったら感情の波を作れるのかっていうことなんですけども、それをですね、まあ今日図にしました。でですね、これすごい強力なんです。で、私がですね、まあ2018年の9月に、この事業をスタートしてからですね、1ヶ月、まあ20日で月収7桁、100万円を達成してるんですけど、その、もう最大の力になったとも言える、ノウハウです。なので、ものすごい強力なので、口を酸っぱくして言いたいんですけれども、目的を吐き違わないでください。目的を吐き違わないでください。というのはね、どういうことかっていうと、はい。人、相手への愛があることが大前提です。これを使うのはね、相手への愛があることは大前提です。相手は思えばこそですね、使ってください。ただこういうのを間違って使うっていうのはもう絶対にやめてください。やめてください。やめてください。で、じゃあなんでオープンにしなきゃいいじゃんっていう考えもあるかもしれないけど、まあどのうちこういう情報って流れるんですね。なので、まあ、ちゃんと伝えられる人間が表に出して、そういう風に伝えられる人が増えればと、思ってですね、僕は今回特別に公開しますので、そういう気持ちで、聞いてみてください。はい。じゃあ、どういう風にやってね、感情の波を作るのかっていうことなんですけども、9のステップがあります。ちょっとおさらいするとですね、大体、こんな感じになります。まずですね、軸を作ります。上に快楽、下に痛みですね。で、中央地点に0と、で時間軸で引いていきます。で、9のステップに分けました。1つ目はラポールの構築、2つ目は事前の承認、3つ目は痛みの教育、4つ目が快楽の教育、5つ目が本当の原因の特定で、6つ目が解決策の提示で、7つ目が選択の結果の再確認、8つ目が価格の提示、9つ目が決断の促しという流れになります。で、これをね、順によって、こういう感じでやっていくと、ちゃんと、商品を買っていただけるよということになります。まずじゃあ一つずつ、見ていきたいと思います。まず一つ目ね、ラポールの構築。これはね、どういうことかっていうと、まあ要は信頼関係です。この人いい人だな、この人なんか感じいいなって思ってもらうのは大前提で、かつ、プロとしてですね、この問題に関してこの人頼れそうだなっていう関係性を築いておく必要があります。で、それがないとですね、そもそもそこから先いくら一生懸命話してもですね、全く無駄なんですよ。全然この言葉が頭に入ってきてない、相手の頭に入ってきてない状態になっちゃうんで、ここをまず最初に構築するのがもうめちゃくちゃ大事です。で、その時にはね、Do、Do、Be、Do、Be、Have、Feel の順番で相手を、伝えていく、の感動を伝えていくとかね、そういうのは僕が小冊子で、質問力の小冊子で書いてますんで、メルマガ登録してね、そのプロフィール欄 の後ろの方にね、ダウンロードできるところがありますんで、そこからダウンロードして、詳細を見てみてください。で、次ね、事前の承認なんですけど、これ 何を承認するかってことです。つまりこのクロージング、商談のですね、個別相談のテーマって何か、テーマって言ったらね、こっちはね、要は、ご制約いただくことなんですよ。欲しい結果はご制約いただくこと。じゃあご制約をいただく上で、何が必要かって言ったら、やっぱりね、ちゃんとそういう提案をするよっていうことを知っておいてもらうことが必要なんですよね、事前に。で、なぜ事前にっていうことかっていうと、後々にですね、クライマックスになってきて、じゃあこれでいくらですとかって言った時にですね、知らないしみたいに言われちゃうと、もうそもそもこれまでの努力は無駄になってしまうんで、ちゃんとこの場では後で、有料のサービスのご紹介しますよと、いいですかって確認を取って OK をもらっておくっていうのが極めて重要になります。で、3つ目、そこまでいったらね、いいかな。で、3つ目はね、痛みの教育ってことになります。痛みの教育っていうのは何かっていうとね、まあ
快楽の究極とのセットなんですけども、人っていうのはね、もともといろいろ悩んでる人いっぱいいるんだけど、究極的には不満な人って一人もいないんです。もともとないんですけどね。っていうのは、不満じゃない、要は、不満、死ぬほど不満なんてないんですね。だから生きていけるんですよ。人間ってそういう風にできてるんですね。だけど、だからそんな風に甘んじちゃってるってとこもあるんですよ。だからあなたが思えば、相手を思えばこそ、お医者さんの立場で、いやあなたこれほっとくとこんな風になっちゃいます、やばいですよってちゃんと言ってあげるっていうのが、相手に気づいてもらうっていうのが非常に必要なんです。なので、自分が言うというよりはですね、相手に質問を投げかけて、このままだったらどうなってしまいますか、どうなってしまいますかっていうところでですね、質問を繰り返してさっきの小冊子見てもらいたいんですけど、底突き感を、味わってもらうっていうのがすごい大事になります。で、じゃあ次にね、底突き感だけだと、まあ、真っ暗闇なんで、次じゃあ逆にそのモヤモヤ晴れたらどうなりますかっていう形で快楽の教育っていうね、ことを言います。じゃあいつまでにどうなっていたいですか、それいいですね、素敵ですねっていうことを共感を示すことによって、相手がですね、あこの人あこうなったらいいなって思うと、プラスこの人こんなところを応援してくれそうだっていうふうに思ってもらうっていうのが非常に重要になります。まあ一瞬内関係の一緒ですね。で、そっからですね、でも痛みがあって快楽があって、まあそれでおしまい、まあ快楽でそのままやりたいですとかって言っちゃう人もたまにいるんですけど、まあなかなかそのままじゃ人は踏み込まないんですね。でなぜかっていうと、まあとはいえ現実があるじゃないですか。で人がなんで踏み込まないのかっていうと、現実をそのままにしちゃっているその本当の原因がわからないからなんですよ。例えばね、腰痛だった時に、まあ、僕はいろいろね、じゃあ整形外科行ってなんかブロック注射とか打ってもらったりとか、なんか理学療法士さんになんか足上げてとかってやってもらったりしたんだけど、一向にうまく治らない。だけどなんかあるちょっと変わった整体のところに行ったら、いやいやそれね、肝臓がね固まってるからなんですよと。で早く寝て、ゆっくり休んでください、寝るようにしてくださいって言われて、あそうなんだとか。であとはこの逆にね、伸ばすとこは違いますよ。伸ばすところが腰のこの脇の筋肉なんですって。で分かった時に、それこうやったら治せんですよって知ったら、あそれやりたいって思うわけですよ。だから本当の原因が分かってないんですよ、みんな。だからや治そうって動機があまり回れない。でも分かったら、分かって治し方も分かったらやりたいって言うんですね。なので本当の原因を特定してあげるっていうのが大事。でこれは、まあ、コーチコンサルとかセラピーとかには極めて有効な、そのまま本当に使えるモデルなんですけど、これはちょっと経験がいります。やっぱね、パターンとか、これまでのパターンとかで、なんであなたがそのままの状態でいるのかっていうのをパシーって言えるとか、あるいは気づいてもらえる風に、話を持っていくっていうのはプロとあるプロのゆえんなので、ここを訓練しましょう。はい。で、その後に、まあ、パッケージっていうかね、解決策、1ヶ月目のこうなってこういうことやるんですよって、そうするとこうなるんですよっていう商品説明とかをしていって、あいいっすねみたいになっていくわけですよね。でここまでが、まあ、解決策の提示と。で最後にね、選択の結果の再確認っていうのはやっぱ入れますっていうのは、ここまで結構盛り上げてきてるんで、さっきの底突き感とか忘れてるんですよ。なのでこれやるとこうだったけど、それやんないとさっきみたいな風になっちゃうよね、やばいのになっちゃうよね、ほっといたら。でもやるとこうだよね、やりたくないって言ってもらうんですよ。でやりたいって言ってもらえると、やっぱ人ってやりたいって言ったものを、後でやっぱいいっすって言い、やっぱちょっと心理的に言いにくいので、やっぱそれがすごい大事になってきます。でどんどんスムーズに購入していただける、きっかけ作りをしやすくなるということになります。でその後にね、いよいよクロージングということで、価格の提示と決断の促しっていうのをスムーズにつなげていきます。で価格の提示は、まあ、ここまでに、ね、ポイントとしては、パッケージとかその、プログラムに対する質問とか疑問っていうのは全部解消している状態にしておくのが大事です。質問ありませんか、質問ありませんかって何度も確認して、決断ができる状態を環境を整えてあげるっていうのは極めて重要です。でその上でね、何ヶ月いくらです、というふうに言うわけです。でそれが価格の提示、何ヶ月いくらです、で今回どうされますかっていう決断の促し、8、9はセットですね。でいくらです、今回どうされますかって決断を促さなければいけません。
やっぱりねこれ言わないとですね、結局うん、あそうなんですね、よかったです今日話聞けてとかって言って終わっちゃうんですよ。なので今回この場限りでこういうオファーをしてるんだよっていうのをこっちからちゃんと提示しないと相手は決断してくれませんので、それをちゃんと言うと。で今回どうされますか、でこの後ポイントは絶対に今回どうされますかって言った後はこっちからは無言です。無言で相手の目を見て見て見て、はい。でなぜかっていうと相手の反応が出てくる前にこっちが何かを言う二の句を積んでしまうと自信のなさの表れだと捉えられてしまうんですよね。なのでそれは非常にプロとしてのラポールを崩すことになりかねないので、いや絶対にやめてください。 NGNGNG です、はい、ということになります。でね、まあ、その後はまあいろいろね、じゃあこういう場合どうなんですかとかっていうのもあると思うんですが、そこはその訓練です。でそれは僕はまあいろんな蓄積があるんでアドバイスはできるんですけど、まあそれなりの経験を積んだ方にですね相談していくっていうのは必要になります。まあ、僕に相談をっていう場合はですね、今個別相談、キャンペーン中なので受け付けてます。別のテーマですけど、それでも大丈夫なので、その下の段のですね個別相談の申し込みの方から、お申し込みください。10月下旬限定でやっています。はい、以上がですね、今日のお話になります。テーマは何かっていうと、なぜあなたの商品は買っていただけないのか、なぜかっていうとですね、感情の波を使っていないからでしたということでした。でじゃあどういうふうに感情の波を使うかっていうと、作るかっていうと9ステップがあったよっていう話ですね。まあ痛みと快楽、これの教育と本当の原因の特定からスムーズに解決策を提示し決断を流していこうということでした。はい、以上、あらかじめ言います、またね、YouTube にチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。でまた最後にね、言います。大前提、これを使うのは相手への愛があることです。忘れないでください、相手を思えばこそこのものですので、そういう悪用は NG 禁止、絶対やめてくださいね。はい、以上になります。チャンネル登録よろしくお願いします。東大卒起業家 YouTuber が自分の殻をぶち破る。